ジーフスイコールコア作、女性の人生、憐れみ愛、悲しみファニージーフスイコールコアは、ベルギーの画家、版画の原画家である。ブリュッセル市にマシューコアとモニークランディーの夫妻のもとに生まれた。両親は1802年にアイルランドからブリュッセルに移ってきて高級靴店を開いていた。兄弟に、版画家になったエリンコアと画家になったマルチドコアがいる。 1836年に彫刻家の業務ジーフス、ジフス、1805から1883と結婚した。夫の兄弟のヨーゼフ・ジフスとジーン・ジフスも彫刻家として知られている。ブリュッセル王立美術アカデミーの校長も務めたフランソワ・ジョセフ・ナベスから絵を学んだ。ベルギー国王レオポルド一世の王妃、ルイーズ・マリー・ドルレアンの肖像画などで知られている。 夫の制作したレオポルド一世の彫像を描いて兄のエリンが版画にして出版したこともあった。パリやベルギーの展覧会に出展し何度か入選した。1845年にブリュッセル王立美術アカデミーの名誉会員に選ばれた。ありがとうございます。